マイサカコ藤チイベイラストによる日本のライトノベル。ファミ通文庫より発行。10巻で第1部完結。短編集、鋼鉄の暗黒と騎士1巻。第2部は、ガブリエラ戦記とシリーズ名称が変更され、イラストは、ユーキキラが担当するようになった。 未だ神々のいた暫子が残る世界エスペリテウモルの一角バスティア大陸。そこには、裏若き清純な乙女だけで構成されるという騎士団、人呼んで、鋼鉄の白兎騎士団がその名を轟かせていた。強く、そして、何よりも美しく、遊撃招待騎士団幹部騎士団員雛�招待、脱弾者鋼鉄の白兎騎士団、愛2005年11月30日。 観光 ISBN4 から757725108鋼鉄の白ウサギ騎士団22006年5月29日観光 ISBN4 から757727445鋼鉄の白ウサギ騎士団32006年10月30日観光 ISBN4 から757730012鋼鉄の白ウサギ騎士団42007年3月30日 観光 ISBN978 から4から757734210鋼鉄の白ウサギ騎士団 v 二2007年10月29日観光 ISBN978 から4から757737952鋼鉄の白ウサギ騎士団6 2008年3月29日観光 ISBN978 から4から757740761 鋼鉄の白ウサギ騎士団、セブ2 0 0 8年7月30日、観光 ISBN978 から4から757743359、鋼鉄の白ウサギ騎士団、エイ2 0 0 9年3月30日、観光 ISBN978 から四から757747678、鋼鉄の白ウサギ騎士団、92009年7月30日、 観光 ISBN978 から4から757749863鋼鉄の白ウサギ騎士団 X2010 年4月30日観光 ISBN978 から4から047264861鋼鉄の暗黒と騎士2009年12月26日観光 ISBN978 から4から047261983 ガブリエラ1000期愛白うさぎ騎士団の旧知2010年11月29日、観光 ISBN978 から4から047268944、ガブリエラ1000期通白うさぎ騎士団の強敵2011年2月28日、観光 ISBN978 から4から047270831、 ガブリエラ戦記3白ウサギ騎士団の犠牲2011年8月29日、観光 ISBN978 4 047274648、ガブリエラ戦記4白ウサギ騎士団の決意2012年2月29日、観光 ISBN978 4 047278417、 ガブリエラ1000期 V 白ウサギ騎士団の私服2012年8月30日、観光 ISBN978 から4から047283039ガブリエラ1000期6白ウサギ騎士団の切り札2013年1月30日、観光 ISBN978 から4から04から728658から、 レーガブリエラ戦記襲撃士ロウサギ騎士団の大団円2013年2月28日、観光 ISBN 978から4から04から72万8732から7。ありがとうございます。